っくりしていってね。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ヨウムダニョン。本日は2021年11月21日に行われた、第42回、将棋日本シリーズ、JT プロ公式戦、決勝。豊島将之 JT 杯覇者と、藤井聡太竜王の一戦をお送りするぜ。さあさあ、半年間かけたトーナメントもいよいよ決勝。この半年間、いろんなことがありました。感染症拡大に伴う無観客対局、将棋界も多大なる影響を受けたな。今ではある程度落ち着いて、ようやく公開対局が行えるまでになりました。まだまだ油断はできないが、ひとまず区切りがついてよかったぜ。そんな状況下で行われる決勝戦、両先生には、最高の内容と結果を見せてほしいですね。では、対局の前にプロフィールの確認だ。まずは前回優勝者、豊島 JT 杯覇者。1990年4月30日、愛知県一宮市出身、桐山清澄九段門下の31歳、来期竜王戦1組、12戦 A 級、タイトル戦登場15回で6期獲得。一般棋戦は、本棋戦2回を含む合計3回、序盤、中盤、終盤隙がなく、一投のもとに相手を切り伏せる攻撃の鋭さ、劣勢の状況でも一発逆転を狙う守りの頑強さ、攻守両面超一流、品格と強さを併せ持った先生です。なお、解説会などでは冗談も飛ばし、毒の効いた切れ味鋭いジョークが人気だぜ。大盤解説で出会えた時はラッキーです。ではもう一方、藤井聡太竜王。2002年7月19日、愛知県瀬戸市出身、杉本昌隆八段門下の19歳、第34期竜王、12戦ハビー級1組、タイトル戦登場6回で全てを制し、現在、竜王を含む4冠を有しているぜ。すごいを通り越して、どう表現したらいいかわかりませんね。もはや負けることがニュースだからな。今回はまだ獲得経験のない、JT 杯、初優勝を目指しての挑戦だ。では、早速対局に移りましょう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、豊島 JT 杯覇者。マリサが後手、藤井竜王だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。JT 杯もいよいよ決勝ですね。2五歩。半年間、本当に楽しめました。8五歩。トップ棋士同士の対局しかないからな。7六歩。その全てがハイレベルでしたね。3二金。戦型はどうやら角代わりになりそうだ。7七角。豊島 JT 杯のお箱ですね。3四歩。研究の深さが物を言う形だ。6八銀。それではしばらく駒組みを進めましょう。7七角なる。同銀。2二銀。戦型が決まったところで、少し早いですが、1六歩。王様の位置を問う、端の歩突きです。1四歩。突き返してきたということは、1筋方面志向ですね。3八銀。ちょっと早めに攻めの形を用意しましょう。3三銀。かなりせっかちな戦いになりそうな予感だ。3六歩。先手は王様を囲う前に攻めを用意してきたか。6二銀。急な仕掛けに対応できるようにしておこう。4六歩。4二玉。局面に先手を打つことは、3七桂、主導権を握れるということでもあります。5二金、桂跳ねに備え、広く構えていこう。6八玉、戦いに備え、一旦王様を動かします。7四歩。さてと、ちょっとここで一呼吸、後手は私の急戦を警戒した駒組みです。桂馬を先に跳ねたことに対し、後手玉は2筋を目指さず、広く金駒を並べることにより、桂馬の当たる場所をカバーしています。この陣形からも、相当の警戒が伺えます。ですが、現在将棋において、局面に先手を打ち、ペースを握ることは非常に重要。後手の桂馬がまだ跳ねておらず、仕掛ける権利が私にある今こそ、好機なのでは？攻撃の準備をすることにより陣形は不安定ですが、その未完成ぶりは後手も同じ。さあ、ここはいかがするべきか。よし、決めた。補欠に入らなければ、この対局に勝利は得られません。3五歩。急戦を仕掛け、激しく行きましょう。7三銀。やはり早めに仕掛けてきたか。4五桂。そう、激しく攻め立てていきましょう。2二銀。3筋、後手玉は気に歪みを入れていきますよ。3四歩。強く、強く、ひたすら強く。
4四歩。3三桂なる。同桂。桂馬はいつでも取れる形なので、3八金、一旦保留して自力を整えます。7五歩、なるほど、主導権を確保した上での陣形整備か。そういうことです。同歩、後手玉の目の前に歩があることが重要なのです。6四銀。さらなる攻めを見据え、飛車先の歩を消しておきましょう。2四歩。同歩。同飛車。2三歩。そして下段に引いて一調整です。2九飛車。金を上げれば守りにつく位置ですね。7五銀、やられてばかりではつまらない。私も攻めを用意。3三歩なる、後手が攻めを用意したタイミングで攻め始めます。同銀、どうしても主導権は渡さないということか。7六歩。そして、一旦局面を清算です。8六歩。同歩。同銀。同銀。同飛車。さて、この後は横歩を取るかどうかだが。8七歩。主導権を握られっぱなしは面白くない。7六飛車。さらに激しくし、玉形の差を主張しよう。自玉は金銀3枚、先手は金1枚の薄い守り、というのが私の主張だ。殴り合いなら守りが硬い方が有利、と言いたいのですね。ですが。6号角、飛車に当てながら、後手玉は肝に睨みます。7一飛車。引っ込んだ飛車を叩いて、行方を問います。7二歩。取ってきたら銀で割り打ちを仕掛けましょう。3一飛車。手薄な3筋の補強に回すぞ。2号桂。ならばその3筋に重点爆撃です。2四銀。3三桂なる。同銀。ここで、急所の玉頭に狙いを定めましょう。4号歩、こじ開けてしまえばこちらのもの。むむむ。8八歩、受けてばかりでは辛い、ここは反撃だ。4四歩、その反撃も無視、攻め続けてしまいます。8九歩なる。後手陣急所に手がつきました。4三銀、一気にこじ開け解体しましょう。同金右。2筋、飛車が成り込めば勝利はすぐそこです。同歩なる。金の守りを剥がせばこちらのもの。同金。さらにもう一押し、ねじ込んでしまいましょう。4四歩。叩いて貫抜きをこじ開けてしまいます。同金。そして待望のこの一手。2三飛車なる、3方向方位で迫っていきましょう。7七歩。先手玉に嫌味をつける。3二金。直接の王手でないので無視します。5一玉。一手渡したとしても、即詰みにはならない計算。3三竜、ならば詰めろをかけて寄せていきます。7八歩なる、むむむ。同玉。7七歩。6八玉。金を取って詰めろを解消。3二飛車。一手とはいえ時間と駒を稼ぐ。投入。逆転を期して最後のアタックだ。7八歩なる。同玉。桂馬の打ち捨て、歩を釣り上げる。6六桂。まだだ、まだ終わらんよ。同歩。さらに銀を打ち捨て、先手玉を引きつける。6七銀。同玉。5五桂。少し間違えれば逆転勝ちだ。それでも、5八玉。考慮時間を使って慎重にかわします。4六桂。4八玉。3八桂なる。同金。思えば今年、ことごとく新さんを舐めてきました。4七歩。ですが、このままでは終わらせません。3九玉。私の反撃はここから始まるのです。ここから王にも、上部にはスペースがあり、守りの金というも効いている。一方、私の王様は包囲され、先手の駒台には攻め駒が十分。これは、詰まされるのは時間の問題か。先行石化の攻撃から、主導権を握り続ける構想、お見事。その研究の深さ、さすがの一言に尽きる。悔しいが、認めざるを得ないな。
負けました。ありがとうございました。これは豊島 JT 杯、とっておきの会心譜でしたね。序盤、早い段階から桂馬を上がり、急戦での戦闘開始を早々に匂わせつつも、この時点で73の歩が動いていないことから、後手の反撃がしばらくないことがわかります。その事実を確認した上で、左の金を動かすことなく、25手目で仕掛けていますね。通常、40手前後での仕掛けが多い角換わりにおいて、この異例とも言える仕掛け、かなり強い意志を持っての攻撃と見えます。こちらもそれを見越して受けの体勢は整えていたんだがな。広く構えることで、バランスよく受けられる姿勢でしたね。早くから仕掛けることは、体勢に無理が生じることでもあります。それを踏まえ、ある程度受けてから反発すれば、十分間に合う、という計算だったのでしょう。ですが、ここで絶妙だったのが33手目の桂取り保有。同じく序盤に保有していた金上がりを実行することで、手を渡すと同時に、駒の連結を強化、そして桂取りをいつでも行え、それが王手になる状態にすることで、後手が反発してきても、一瞬で手番を取り戻すことができます。仮に桂馬を逃げても、小銀に拠点ができ、とても嫌な体勢を強いられることになったな。この時点で後手は、喉にサバの骨が刺さった感覚でしょうね。ご飯粒飲み込まなきゃ。そして後手が飛車先を交換、強く攻めを意識した横歩取りに対し、許さんとばかりに強く角打ち、さらに、71に引いた飛車に対し、これまた封じ込めの叩きの歩。取れば61銀から金を取りに行き、それが王手になるから手番は継続か。そうなると後手は収拾がつかないでしょうね。なので、飛車が守りに限定されるが、31に引いて、耐える道を選んだ、と。この時点で先手は作戦成功ですね。飛車の無力化に成功し、あとは2筋を突破すれば強撃態勢の寄せ形です。また、角が玉頭を睨んでいるので、歩を進めることにより、一気に圧力が強まります。速攻の怖さと、手番の大切さを思い知ったぜ。ですが、これは危ういバランスの上に成り立つ作戦。良い子は真似しちゃいけませんね。一つ間違えれば自爆だからな。型を破るのは、元になる型があるからこそ、ですね。まったくだ。というわけで、第42回、将棋日本シリーズ JT プロ公式戦は、豊島 JT 杯覇者の連覇で幕を閉じました。豊島先生、おめでとうございます。やはり豊島先生はこうでないと、ですね。今後も将棋界の第一人者として、燦然と輝いていてほしいな。同感です。さ、それではそろそろお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。それではこの辺で、バイバイキン。